はい、どうも、ななとです。では、ノーマルモード、エンブレム、隠し、壁画、隠し、これは、幼虫かな?を見つけていく旅をやっていきましょう。本来お詫びというか、まあ動画でも出してるんですけど、エンディングが撮れてなかったと、まさかの嘘でしょと思いましたけど、まあでもこれはもう致し方ないので、またエンディングね、まあノーマルモードで出してもいいんですけど、まあやれたらやろうかなっていう感じで、ちょっと今ねやる気も失せてるんで、やりたいなっていう感じもない、ね、のでとりあえずまあいいかなっていう感じでやっていこうと思います。はい、では やっていきましょう。バリ編ですね。はい、では、ここはねカットです。多分ね、このバイオハザードリベレーションズ2ね、動画的に行くと、バイオ来るしかなさそうだな。それで、エンブレムは、ここにあるみたいですね。これは見つけれてないですね。はい、ではちょっと虫もね侮れないんで、ではでは行っちゃいましょう。収容所に来ました。怪物が、怪物、怪物がいるということなんで気をつけていきましょう。しまった。王国にあった感染者か。ごめんなさい、連絡がなかった。あ、くっそ、何も取ってないっすよね。はい、じゃあナタリアさんで行きましょう。まあ敵いるんで慎重に進みましょう。
この赤いもやがよくわからないんですけどね。あそこに何かいる、気をつけて。では、怪物が来てる。やっぱり怪物が。ごめん、外した。そういうことね。わかりました。この赤いもやに擬態幼虫がね、捕まえることができると。そういうことだったんですね。なんで向こう側にいるということか。ということなので、こっちはいけないもんね、確か。では、それわかんねえよ、説明がないと。では、虫がこっちか。あ、センサー。まず、アサルトライフルの弾。はい、擬態幼虫をゲットしました。んで、これを降りると。大幼虫を倒すと。これ全部かな、幼虫は。んで、ここでね、忘れていけないのは、このパーツを必ず取っておくと。これを取ってないとダメであると。助かったよ。はい、それで、あとはもうここで脱出するだけですね。脱出しましょう。あ、これか。虫をゲットしました。虫があと2体ですね。カットできないの。下がってろ。今度とりあえず。さあ、バリ。とりあえず石を回収して。
近は何かあったっけな。ここでグリーンハーブをゲット、取りなさい。あ、どこ、弾使いすぎ。こんな奴報告になかったぞ。この島は完全に行かれてやがる。はい、気をつけろよ。もしかしたらまだいるかもしれないからな。では行きましょう。でここで行くと、エンブレムがあるね。まだ敵出てこない。まずここを壊そう。ほんでもうちょっとしたら出てくるはず。で虫もここはいないかな。であそこに敵がいるんで、スニークで倒したいな。距離が遠いな。多分 U ターンしてくるはずなんで、これで行っちゃいましょう。取りなさいや。ここの裏側って書いてましたね、エンブレムが。これっすね。ちょっと超、はい、残り1枚ですね。で幼虫はもうちょっと後だな。気をつけて。ちょっとやってみるわ。あそこに何かいる。気をつけて。
録やったナタリア。どうってことないよ。ほんで、とりあえずアイテムは全部回収できるだけしておきたい。弾がね、やっぱ枯渇する。ライフルでもいけないことはないんですけどね。で、ここは開けたことあるね。はい。で、このまま行きましょう。やっと抜けられそうだ。で、この小屋の中にいますね。幼虫が。これですね。では。虫をゲット。では、いただきます。アサルトライフルの弾が少ないね。70発しかないか。で、ここが、このエピソードの最難関の場所ですね。あの化け物ども、ウロボロスウイルスの特徴があった。ウロボロス？恐ろしいウイルスだ。2年前に悪い奴らがアフリカでばらまいた。しかし、一体誰がこの島に持ってきた？敵が大量発生する。他に、大丈夫かな。あ、バリ弾薬あるね。はい、ごめんなさい、消えちゃいましたね。この辺り、ドラム缶の扉を壊せそうだな。ドラム缶こっち？分かりにくい。あったあったあった。これはどう言ったらいい？あるけど撃てねえな。向こうから回って撃たないといけないか。ちょっと敵がねバカバカ出る前に、こっち側ですね。ここから撃ち落とすって形か。どうしよう、どうやって取るんやろう。ここにあるんだよね。ナタリアでやった方がいいのかな。こうか。ああ、賢い。
で、まずここでやらないといけないのが電源を入れないといけないんですけど、虫がいるんですよね。幼虫擬態が、幼虫がね、ここの中にいると。ということでね、やっていきましょう。バリー最悪、くそくそくそ、ナタリありがとう、マジで死ぬかと思った。こっちから行った方がいいか。ここ敵がおるから、おお、マジで死ぬかと思った。ほんで虫がおるはずなんですよ、ここの近くに。あ、おった、あれや。OK、これで、虫全部ゲットしたので、あとは虫とエンブレム、エピソード1全部ゲットしましたので、ではここのフロアをもうクリアしちゃいましょう。ここもできんだよな。ちょっと石を欲しい、石が欲しい。やっぱりなんとか怪物が来てる。バリ、怪物が。任せ。すま、マジで。マジでありがとう。ナタリアさんありがとう。ほんまに、あんた強いわ。ほんでここで電源入れに行かないといけないんで、布らも使わんけどな。ここって敵おるんかな。でこれ電源入れたので、あとはとりあえず敵はもうほぼ殲滅したはずなので、復活とかせんでね。あ、向こう側からせちゃおうか。まあいいや。さあ急いでいきましょう。
こっちいるから、こっち側から行きましょう。これバリに変わらんとくのかな。さあ行きましょう。ということで、ここのステージもエピソード1クリアとなります。大丈夫か。大丈夫け。一応これが、エピソード1の全コンプリートになりますね。やれやれ、遠回りしたな。最悪だ。マジでね、最悪でしたね。ほんとナダリアさんのおかげでね、なんとか助かりましたわ。なんかパーツ取ったっけ？取ってないね。オッケー。あとはなんかある？なんかないよね、確か。特になんもなかったはずです。で、同じように、通信塔を調べてやれば。ここのパートは終了となります。はい、これで、エピソード1コンプリートとなります。エンブレム幼虫全部見つけたことになりましたね。はい、ごめんなさい、死んじゃいましたけどね。チャレンジ、収容所施設の管理区域で銃を発砲しない。ああ、そういうのもあるんや。ナタリアが石を15回敵に当てる。投擲武器で敵を張ったり倒す。ああ、そんなんもあるんやね。はい、これで、エピソード1の、メダル、幼虫全部見つけることになりました。はい、じゃあスキルセッティング、もう少しでまだね、ポイントが全然足らないんで、まだまだなんですけどね。イナーシャルキャンセル、これどういう意味なんでしょうね。ぶっちゃけね、チャージナイフとかやらないんでね、よくわからないけど。オーバーセンス。はい、というわけで、以上となります。ノーマルは厳しい状態です。では、失礼します。ダータでした。